品川区役所広報広聴課発行、品川区声の広報、平成29年12月1日第2064号をお届けします。皆様こんにちは。いかがお過ごしていらっしゃいますか。暮れる年、街賑やかに12月。それでは早速今回の内容をご案内してまいりましょう。1番品川街のキーワード、2番品川区障害者週間記念の集い、3番29年度人事行政の運営などの状況を公表します、4番シニアクラブ、5番キッズクラブ、6番お知らせ、7番健康ガイド、8番応急診療所のご案内、9番相談案内、10番文化イベント情報、11番情報ファイルお知らせ、12番情報ファイル講座講演、13番情報ファイル催し、14番区民の伝言版、15番レッツスポーツと、以上の内容でお伝えしてまいります。さてこれからご案内する記事の中でお問い合わせの電話番号などをお伝えしていないものは次のところへどうぞ。郵便番号 140-8715 広町 2-1-36 第二庁舎6階文化観光課文化振興係電話 5742-6836 番障害学習係電話 5742-6837 番ファックスは共通で 5742-6893 番スポーツ推進課地域スポーツ推進係電話 5742-6838 番ファックス 5742-6585 番品川区スポーツ協会総合体育館郵便番号 141-0022 東五反田 2-11-2 電話 3449-4400 番ファックス 3449-4401 番受付時間は午前9時から午後7時まで、また土曜日曜祝日は午後5時までです。戸越体育館こちらは郵便番号 142-0042 豊町 2-1-17 電話 3781-6600 番ファックス 3781-6699 番と以上です。なお催しなどで費用を特にお伝えしていないものは費用は無料です。対象は原則として区内在住在勤在学の方です。詳しいことは各担当にお尋ねください。また内容についての詳しいことの問い合わせは電話代表で 3777-1111 番までお寄せください。また区のホームページをご利用ください。ホームページアドレスは http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ です。それでは今回もどうぞおしまいまでごゆっくりとお聞きください。はじめは品川街のキーワードです。今回のテーマは笑いです。今年も残すところわずかとなりました。皆さんにとってこの1年はどんな年でしたか。そして来年はどんな年にしたいですか。品川区は輝く笑顔住み続けたい街品川をより一層進めるべく来年も取り組んでまいります。皆様にとって平成30年も笑顔あふれる年であるようお祈り申し上げます。笑顔の集まる場、午後1時半車椅子の方、杖をついている方などが次々とやっていきます。ここは東品川第二在宅介護支援センターが毎月第二木曜日に開くカフェよりどころ。お茶を飲みながらのひとときを楽しみに人々が集まります。認知症の方はもちろんですが、地域の方が誰でもふらりと立ち寄れる場でありたいと思っていますと、センター長の斉藤典子さん。区では認知症の方やそのご家族、友人の方が気軽に集うことのできる場を認知症カフェと認定し、現在区内に13箇所ありますが、それぞれが特色ある活動を行っています。みんなで食べれば笑顔あふれる、
区内で11番目にオープンした隣町子ども食堂は、普段は隣町コーヒーという喫茶店です。子どもの孤食貧困が言われますが、では実際にこの町にどんな子どもが住んでいるのか、実は全く知らないんですよね。子ども食堂を通じて子どもたちのこと、保護者のことを知り、顔の見える関係を作っていきたいです、と店長の栗田義行さん。区は今年6月に品川子ども食堂フォーラムを開催し、8月には食堂運営のための情報共有ネットワークを立ち上げました。三之助の笑顔いっぱい。ケーブルテレビ品川品川区民チャンネルで放送中の三之助の笑顔いっぱい、とっておきの品川。区内在住の話家柳谷三之助さんが、区内で活躍する人や団体を紹介する番組で、さまざまな分野で活動する方の輝く笑顔に出会えます。ホテイ様、福々しい太鼓腹に満面の笑み、見ているだけでこちらの顔もほころんできます。養魚院如来寺のホテイ尊は荏原七福神の一つにもなっています。元日から7日は各社寺に七福神巡りの受付が設置されます。以上、品川町のキーワードでした。次は品川区障害者週間記念の集いのご案内です。障害者への理解を深める機会にしましょう。日時、12月8日金曜日、9日土曜日、午後1時開演、午後0時半開場。場所は大井町駅前キュリアンショーホール。12月3日から9日は障害者週間です。障害者週間は国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として定められました。区ではこの週間に合わせ、2日間にわたり障害者週間記念の集いを開催します。ぜひご来場ください。ロビーでは障害者施設作品販売や障害者団体紹介パネル展示も行います。12月8日金曜日午後1時から8時10分まで、第1部野田明日香ミニ演奏会、野田京子講演会、第2部ごまトークセッション&ミニライブ、第3部品川心をつながる映画祭1日目、奇跡の人マリーとマルグリット、海洋天童。12月9日土曜日午後1時から5時35分。第1部、障害者団体発表会。第2部、ファッショントークショー。第3部、品川心をつながる映画祭。2日目、最強の2人。入場無料です。当日入り口で入場整理券の配布があります。それぞれの日先着200人に記念品をプレゼントします。手話通訳、UD トーク、副音声解説、SP コード付き、チラシありです。お問い合わせは、障害者福祉課、障害者福祉係。電話 5742-6707 番。ファックス 3775-2000 番までどうぞ。出かけたい2017秋。講演会&展示相談会、入場無料。失語症について理解を深めるとともに、障害のある方にも積極的な活動への参加を呼びかける催しです。12月2日土曜日の午前10時半から午後4時。場所は大井町駅前キュリアン大会議室。お問い合わせ先、品川失語症友の会、上原さん。E メールアドレスが、shinagawa@shitsugo.net です。または、障害者福祉課障害者相談係、
電話 5742-6710 番、ファックス 3775-2000 番、こちらへどうぞ。品川区障害者週間記念の集いでした。続きまして、29年度人事行政の運営などの状況を公表しますです。区職員の給与の状況や勤務条件などを区民の皆さんに知ってもらい、その公平性と透明性を高め、区政運営の状況について一層理解をいただけるよう、品川区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、そのあらましを公表します。給与などの決定の仕組み。職員の給与は、特別区人事委員会が民間企業の給与実態を調査して行う勧告に基づき、区議会の審議を経て条例により決定されます。区長や区議会議員などの特別職の給料報酬は、学識経験者などで構成される品川区特別職報酬等審議会の答申を尊重して条例で定められています。職員の構成、29年4月1日現在。一般行政職、事務・技術職、1323人。技能労務職、270人。福祉職、保育士など、734人。税務職、83人。看護・保健師、72人。医師・医療技術職、28人。幼稚園教諭など、70人。計2580人。なお、特別会計、国民健康保険事業会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計に従事する職員88人を含みます。全体の状況。1、人件費。28年度普通会計決算。住民基本台帳人口、29年3月31日現在。385,122人。歳出額 A 1592億4690万円。実質収支黒字額44億8755万7000円。人件費 B 249億7019万4000円。人件費率 A 分の B かける100 15.7%。 参考として27年度の人件費率は 17.2%。 なお、人件費とは一般職員に支給される給与、区長や区議会議員など特別職に支給される給料、報酬、諸手当のほか、共済費、社会保険料の事業主負担分などを含む経費の合計を言います。 2. 職員給与費。28年度普通会計決算。職員数A 2659人。給与費、給料87億7886万5000円。職員手当36億2641万6000円。期末勤勉手当40億1405万3000円。計 B 164億1933万4000円。一人当たり給与費 A 分の B 617万5000円。なお、職員手当には退職手当を含みません。職員数は28年4月1日現在の人数で、再任用短時間勤務職員を含みます。職員の平均給与月額、初任給などの状況。1、平均年齢、平均給料月額、平均給与月額。29年4月1日現在。一般行政職。平均年齢 41.3歳。平均給料月額302,200円。平均給与月額449,050円。技能労務職。平均年齢 51.3歳。平均給料月額298,400円。
平均給与月額413,499円。教育職、平均年齢 35.3 歳、平均給料月額306,500円、平均給与月額408,812円。なお、給料とは給料表に定める額で、民間の基本給に相当するものです。給与とは給料と職員手当、期末勤勉手当を除くの合計を言います。2. 初任給。29年4月1日現在。一般行政職一類大学卒程度。品川区182,700円。国総合職182,700円。一般職178,200円。三類高校卒程度。品川区146,100円。国146,100円。技能労務職品川区138,000円。なお、初任給給料額は23区共通です。国の総合職一般職とは、国家公務員採用試験区分によるものです。3. 経験年数別、学歴別、平均給料月額。29年4月1日現在、一般行政職、大学卒、経験年数10年、274,152円。経験年数15年、319,850円。経験年数20年、361,333円。高校卒、経験年数10年、246,500円。経験年数20年、291,100円。技能労務職、経験年数10年、218,000円。経験年数20年、295,760円。職員の手当の状況。1. 期末勤勉手当、28年度実績。こちら、民間のボーナスに相当する手当です。1人当たり平均支給額、品川区158,000円。支給割合、期末手当、品川区 2.60ヶ月分、再任用 1.45ヶ月分、国 2.60ヶ月分、再任用 1.45ヶ月分。勤勉手当、品川区 1.80ヶ月分、再任用 0.85ヶ月分、国 1.70ヶ月分、再任用 0.8ヶ月分。職務段階別加算、品川区あり、国あり。なお、期末勤勉手当の支給割合は23区共通です。支給割合は一般職員の割合です。2. 退職手当。29年4月1日現在。職員が退職した場合に支給される退職手当は、退職時の給料月額に、勤続年数や退職事由に応じた一定の率を乗じて算出した額となります。支給率、勤続20年、品川区普通退職 18.50ヶ月分、品川区定年等退職 25.50ヶ月分、国普通退職 20.445ヶ月分、国定年等退職 25.55625ヶ月分。勤続25年、品川区普通退職 29.00ヶ月分、品川区定年等退職 34.25ヶ月分、国普通退職29.145ヶ月分、国定年等退職 34.5825ヶ月分。勤続35年、品川区普通退職 41.25ヶ月分、品川区定年等退職 49.55ヶ月分、国普通退職 41.325ヶ月分、国定年等退職 49.59ヶ月分。最高限度、品川区普通退職 41.25ヶ月分、品川区定年等退職 49.55ヶ月分、国普通退職 49.59ヶ月分、国定年等退職 49.59ヶ月分。加算措置、品川区
定年前早期退職特例措置 2% から 20% 加算。国、定年前早期退職特例措置 3% から 45% 加算。1人当たり平均支給額、品川区、普通退職326万2000円、定年退職2055万3000円。なお、普通退職とは自己都合などによる退職を言い、定年等退職とは、定年原則60歳または優待の勧めなどによる退職を言います。なお、退職手当の1人当たり平均支給額は、28年度退職者の平均額です。3. 地域手当、28年度実績。民間の賃金や物価が特に高い地域に勤務する職員に支給される手当です。支給実績18億6666万2000円。支給職員1人当たり平均支給年額67万7554円。支給率、給料、扶養手当、管理職手当の合計額の 20%。支給対象職員数2755人。なお、支給対象職員数は、再任用短時間勤務職員を含みます。4. 特殊勤務手当、28年度実績。著しく危険、不快、不健康、その他特殊な勤務に就いたとき、支給される手当です。支給実績、3729万1000円。支給職員1人当たり平均支給年額、8万6321円。職員全体に占める手当支給職員の割合 15.7%。 手当名、特定危険現場業務手当、不規則勤務手当防疫等業務手当、災害時業務手当、清掃業務手当です。 5. 時間外勤務手当。こちら、正規の時間を超えて勤務した職員に支給される手当です。支給実績、28年度実績、11億7441万3000円。27年度実績、11億7214万5000円。職員1人当たり平均支給年額、28年度実績、45万3000円。27年度実績、44万5000円。6. その他の手当。28年度実績。扶養手当。扶養親族のある職員に対する手当。支給実績。1億3721万2000円。支給職員1人当たり平均支給年額18万68円。住居手当。職員の住居費の一部を補う手当。支給実績。1億1772万4000円。支給職員1人当たり平均支給年額7万9597円。通勤手当、通勤に要する経費を補助する手当、6ヶ月定期券額を支給。支給実績2億9170万2000円。支給職員1人当たり平均支給年額12万6060円。管理職手当、管理または監督の地位にある職員に対し、その職の特殊性に基づいて支給する手当。支給実績1億327万6千円。支給職員1人当たり平均支給年額91万3950円。初任給調整手当。採用による欠員補充が困難である専門的知識を有する医師、歯科医師に対し、民間における賃金格差を考慮した手当。支給実績667万1000円。支給職員1人当たり平均支給年額222万3600円。児童手当。支給要件に該当する児童を養育している職員に対する手当。支給実績7901万円。支給職員1人当たり平均支給年額16万4262円。教職員特別手当、幼稚園教諭等に対し支給される手当。支給実績241万7000円。支給職員1人当たり平均支給年額2万7159円。次に、
特別職の報酬などの状況。29年4月1日現在。特別職の給料、議員の報酬月額などの支給状況です。給料、区長114万6千円、副区長92万円。地域手当、区長、副区長、給料月額 ×12%。通勤手当、区長、副区長、6ヶ月定期見学を支給。報酬、議長92万2千円、副議長78万8千円、議員60万5千円。期末手当、区長、副区長、議長、副議長、議員。28年度支給割合、6月期 1.60 ヶ月分、12月期 1.60 ヶ月分、3月期 0.25 ヶ月分、計 3.45 ヶ月分。退職手当、区長、給料×在職年×4.8、在任期間ごと、副区長、給料×在職年×3.4、在任期間ごと、職員の任免、勤務条件など、1、職員の退職と採用、採用者数180人のうち、区独自の採用として、福祉、保育士職を55人、心理職を3人、看護師職を3人、育児休業代替任期付き職員を32人採用しました。28年4月1日から29年3月31日退職者数 A175 人、また28年4月2日から29年4月1日採用者数 B180 人、増減 B-A5 人。次に、2、職員数。各年4月1日現在、29年2580人、28年2543人、対前年増減数プラス37人。3、年次有給休暇の取得、平均取得日数28年 14.9日、27年 15.1日。4、育児休業の取得。28年度取得者数、男性2人、女性69人、計71人。5、分限処分、懲戒処分、28年度、分限処分、公認なし、免職なし、給食49人、降給なし、懲戒処分、戒告なし、減給なし、停職1人、免職なし。次に、職員の研修福祉利益保護。1、研修28年度。研修には各区が独自に行う区研修と、23区が共同で行う特別区職員研修所研修があります。また、目的や受講対象者別に様々な研修が行われています。区研修、研修件数331件。一人当たり研修時間 13.75 時間。延べ受講者数7025人。特別区職員研修所研修、研修件数72件、一人当たり研修時間 3.09 時間。延べ受講者数625人。合計研修件数403件、一人当たり研修時間 16.84 時間。延べ受講者数7650人。2、健康診断。28年度における職員の健康診断は、定期健康診断、事務機器等作業従事者検診、消化器系検診など計13種について実施し、延べ受診者数は1801人でした。3、公務災害保障の認定。28年度認定件数、公務災害17件、通勤災害1件。以上です。続いて、特別区人事委員会の業務。1、採用試験。28年度の採用試験は、1類、事務、土木造園、土木、土木造園、造園。建築、機械、電気、福祉、衛生監視、衛生、衛生監視、科学、保健師。また、3類、事務。身体障害者を対象とする採用選考、事務。
経験者、民間企業等従事経験者について実施しました。申し込み者数28年度1類 17,989 人、1類新方式569人、3類3912人、身体障害者73人、経験者2級職1251人、経験者3級職主任主事1、901人、3級職主任主事2、572人、合計25,267人。27年度、1類14,719人、1類新方式513人、3類3589人、身体障害者78人、経験者2級職1433人、経験者3級職主任主事1、870人、3級職主任主事2、614人、合計21,816人、対前年増減数、1類プラス3270人、1類新方式プラス56人、3類プラス323人、身体障害者マイナス5人、経験者2級職マイナス182人、経験者3級職主任主事1プラス31人、3級職主任主事2マイナス42人、合計プラス3451人、受験者数28年度、1類13678人、1類新方式266人、3類3192人、身体障害者62人、経験者2級職965人、経験者3級職主任主事1、711人、3級職主任主事2、440人、合計19314人、27年度、1類11346人、1類新方式214人、3類2778人、身体障害者60人、経験者2級職1080人、経験者3級職主任主事1、661人、3級職主任主事2、448人、合計16587人、対前年増減数、1類プラス2332人、1類新方式プラス52人、3類プラス414人、身体障害者プラス2人、経験者2級職マイナス115人、経験者3級職主任主事1プラス50人、3級職主任主事2マイナス8人、合計プラス2727人、合格者数、28年度1類2434人、1類新方式71人、3類351人、身体障害者26人、経験者2級職200人、経験者3級職主任主事1、64人、3級職主任主事2、16人、合計3162人、27年度1類2338人、1類新方式76人、3類353人、身体障害者26人、経験者2級職165人、経験者3級職主任主事1、53人、3級職主任主事2、13人、合計3024人、対前年増減数、1類プラス96人、1類新方式マイナス5人、3類マイナス2人、身体障害者プラスマイナス0、経験者2級職プラス35人、経験者3級職主任主事1プラス11人、3級職主任主事2プラス3人、合計プラス138人。2、管理職選考。28年度の管理職選考は、23区特別区人事構成事務組合、特別区競馬組合、東京23区清掃一部事務組合の合計で、受験者数571人、合格者数168人、合格率 29.4% でした。詳しくは区のホームページ、また第三庁舎3階区政資料コーナーでご覧いただけます。
お問い合わせは人事課人事係、電話 5742-6628 番、または給与係、電話 5742-6633 番、ファックス 5742-6872 番までどうぞ。29年度人事行政の運営などの状況でした。続きましてシニアクラブです。ワクワククッキング参加者募集です。こちら料理作りや食生活について学びます。全部で10回です。1として平塚橋、こちら1月11日から3月15日の木曜日午前10時から正午、場所は西中延 1-2-8 平塚橋悠々プラザ。申し込み先はみんなの食育、電話 6674-1803 番まで。火曜日を除く午前10時から午後5時の間にどうぞ。2、ヤシオ、1月16日から3月20日の火曜日午前10時から正午、場所はヤシオ 5-10-27 ヤシオ区民集会所。申し込み先は品川栄養士会、電話 070-6657-6875 番で、月曜から金曜日の午前9時から午後5時の間にどうぞ。対象は区内在住で会場に自力で来られる65歳以上の方。1が12人、2が16人、いずれも抽選です。費用は材料費別、それぞれ2000円。申し込みは12月15日金曜日までに。本人が電話で各申し込み先へどうぞ。詳しいことの問い合わせは高齢者地域支援課介護予防推進係までどうぞ。電話 5742-6733 番、ファックスが 5742-6882 番です。次に認知症カフェオレンジカフェ品福、12月16日土曜日の午後1時から3時、会場並びに問い合わせ先ヤシオ 5-1-1 品川総合福祉センター、電話 3790-4839 番、ファックス 5755-2345 番です。パソコン&タブレットを楽しむシニアのための ICT 教室全4回、いきいきラボ関ヶ原東大井 6-11-11、 こちら階段で2階へ上がります。パソコン Windows 10初めてコース、インターネット入門、対象がパソコンに初めて触れる方。内容、マウス、キーボード操作、インターネット、メール体験など。日時、1、1月の火曜日、2、2月の火曜日、午前9時半から正午。パソコン Windows 10慣れようコース、ワード入門、対象、ゆっくりでも日本語入力ができる方。内容、文書作成、表作成、写真入りカード作成など。日時、3として1月の火曜日、4、2月の火曜日、午後1時半から4時。次にタブレット、iPad 触れようコース。対象はタブレットに初めて触れる方。内容、基本操作、インターネット、写真撮影、メール体験など。日時、5、1月の水曜日、6、2月の水曜日、午後1時半から3時半。次に平塚橋ゆうゆうプラザ西中延 1-2-8 タブレット iPad プレオーコース。対象、タブレットに初めて触れる方。内容、タブレット基本操作、インターネット、写真撮影、メール体験など。日時が7として1月の木曜日、8、2月の木曜日、午前9時半から11時半。タブレット iPad を楽しむコース。対象、タブレットの基本操作ができる方。内容、各種設定、アプリ、カレンダー、写真編集、電子書籍、 YouTube、 ゲームなど。日時、9、1月の木曜日、10、2月の木曜日、午後1時半から3時半。いずれも対象定員が55歳以上の方、それぞれ12人、抽選です。料金それぞれ2000円、教材費込み。申し込み方法並びにお問い合わせ先、12月15日金曜日までに必ず着くように、はがきかファックスで教室名、希望番号、住所、振り仮名を振った氏名、年齢、電話番号を。
郵便番号 140-8715 品川区役所高齢者地域支援課介護予防推進係へどうぞ。電話 5742-6733 ファックス 5742-6882 番です。なおパソコン、タブレットそれぞれ1通のみです。続きまして、高齢者作品展作品募集、あなたの作品を美術館で。対象が12月31日現在、区内在住で60歳以上の方。なお過去2年以内に金賞を受賞した方は展示のみで賞の対象にはなりません。募集部門1、絵画25号以内、2、書道縦2メートル ×横1メートル以内、3、民芸工芸縦横高さそれぞれ1メートル以内、4、写真半切りまで、組写真は四つ切り3枚まで、5、俳句短歌短冊または色紙を使用してください。なお全部門を通じて1人1点です。作品は1年以内に制作した未発表のもの。作品の搬入日時、2月2日金曜日午前11時から午後1時。展示期間、2月3日土曜日から6日火曜日まで。会場は大崎駅前大崎ニューシティ2号館2階大美術館です。応募用紙の配布場所は本庁舎3階高齢者地域支援課、シルバーセンター、ゆうゆうプラザ地域センター、文化センター、体育館、図書館、西大井駅前メープルセンター、そして大美術館です。申し込み方法並びに問い合わせ先、12月4日月曜日から20日水曜日に応募用紙を郵便番号 140-8715 品川区役所高齢者地域支援課へ郵送していただくか、直接ご持参ください。電話番号 5742-6733 番、ファックスが 5742-6882 番です。以上、シニアクラブでした。続いてキッズクラブです。少年少女武道教室、教室名、日時、全部で10回ですが、こちらをお伝えします。柔道、1月10日から3月14日の水曜日午後6時半から7時半。剣道、1月11日から3月15日の木曜日午後5時から7時。費用保険料込みそれぞれ2000円。対象は小中学生若干名。会場申し込み並びにお問い合わせ先、12月21日木曜日までに必ず着くように、往復はがきで教室名、住所、氏名、電話番号、学年を戸越体育館までどうぞ。冬季冬のジュニアゴルフ教室、コースと日時全8回ですが、こちらをお伝えします。 JA コース、1月11日から3月1日の木曜日午後5時半から6時半。 JB コース、1月12日から3月2日の金曜日午後6時45分から7時45分。対象は小中学生、定員抽選でそれぞれ6人。費用それぞれ16,800円。場所は大田区新蒲田 3-12-2 の加藤農園ゴルフリンクスです。費用は貸しクラブボール代込みとなります。申し込み並びにお問い合わせ先、12月12日火曜日までに必ず着くように、往復はがきで教室名、コース、こちら第2希望まで、それと住所、振り仮名を振った氏名、年齢、電話番号、学校名、学年、ゴルフ経験の有無をスポーツ協会までどうぞ。続いて、東五反田児童センター工事休館のお知らせです。児童センター休館、期間が2月11日祝日から20日火曜日。お問い合わせは子ども育成課育成支援係、電話 5742-6596 番、ファックス 5742-6351 番までどうぞ。またセンター内オアシスルーム休館、こちらが2月13日火曜日から20日火曜日。休館中の登録、また2月21日水曜日以降の利用予約は、
直接電話 3443-6101 番へどうぞ。なお、詳しいことのお問い合わせは保育課運営係、電話 5742-6724 番、ファックス 5742-6350 番までどうぞ。さて、毎月第1日曜日は家庭の日です。家庭は子供にとって憩いの場所、心の拠り所、人との関わり方を学ぶところです。お問い合わせは子ども育成課庶務係まで、電話 5742-6720 番、ファックス 5742-6351 番です。キッズクラブでした。変わりましてお知らせです。ワンコイン名画座シング日本語吹き替え版、今年の春、豪華声優陣で話題となったアニメ、シング。誰もが耳にしたことがあるヒット曲満載のミュージカルコメディ。笑って泣ける最高の一本です。日時、2月10日土曜日午後2時半開演、午後2時開場。場所は大井町駅前、キュリアンショーホール。料金全席指定席で500円。発売開始が12月8日金曜日。窓口販売、午前9時から、キュリアン、スクエア、エバラ、メープルセンターで。また午前10時から、大美術館、初日のみ午前9時から。また品川観光協会です。電話予約は午前9時から、初日のみ午前10時から、チケットセンター、キュリアで。インターネット予約、午前9時から、アドレス http://www.shingagawa-culture.org.jp/ です。なお、電話予約では座席の選択はできません。就学前のお子さんは入場できません。詳しいお問い合わせはチケットセンターキュリア、電話 5479-4140 番、ファックス 5479-4160 番へどうぞ。なお、品川区内共通商品券がご利用いただけます。次に、東京交通安全キャンペーン。期間が12月1日金曜日から7日木曜日。例年12月は交通事故が多発しています。交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、交通事故防止に努めましょう。1、子供と高齢者の安全な通行の確保と、高齢運転者の交通事故防止。2、自転車の交通事故防止。3、二輪車の交通事故防止。4、飲酒運転の根絶。5、違法駐車対策の推進です。お問い合わせは土木管理課交通安全係、電話 5742-6615 番、ファックス 5742-6887 番までどうぞ。環境展示会エコプロ2017に出展です。オール東京62市区町村共同事業緑東京温暖化防止プロジェクトブースに品川区が出展します。期間が12月7日木曜日から9日土曜日、午前10時から午後5時。会場は江東区有明3の東京ビッグサイト。ブースは東3ホールです。ワークショップ、ペットボトルで雲を作ろう。12月8日金曜日午前11時50分から午後0時35分。ステージ、環境戦隊エコレンジャーショー、宝友学院高校アトラクション部。12月8日金曜日午後1時50分から2時20分です。お問い合わせは環境課環境推進係、電話 5742-6755 番、ファックス 5742-6853 番です。詳しくは区のホームページをご覧ください。メープルカルチャー講座1月期生募集中。入講座。フェイスストレッチ、マイカラー&スタイル、ソーシャルマナー、お灸つぼ押し、アイメイク、入園グッズ、加賀指抜き、金継ぎ、キャットバスケット、桜盆栽、プリザのおひなさまアレンジ、春のリース、ハーバリウム、
リコーダー、トラベル英会話、ロボットプログラミング、キッズマナー、ガトーショコラなど、その他にも様々なジャンルの講座を常時200以上開設しています。詳しくはホームページ http://www.shinagaware-culture.org/maple/ で紹介しています。申し込み並びにお問い合わせはメープルセンターまで。電話 3774-5050 番、ファックス 3776-5342 番です。さて、ご寄付をありがとうございました。ご紹介します。継承略、順不動でご紹介します。岩原節子、品川お休み石設置協力金5万円。三菱自動車ステップ基金、交通安全絵本。松坂港、掛け軸、伊藤博文、自筆書簡。立交会、大型扇風機。山岸リフォーム工業、朝礼台。大原小学校 PTA、楽器など。東京都印刷工業組合城南支部、印刷用多種紙。紙ですね。池田印刷、お絵かき帳。ウォーターパール。アクアウォーターパネル。地域振興基金115万円、9月10月分、三和鉄器100万円、中尾正俊2万円ほか、ふるさと納税120万円、9月10月分、中尾正俊3万円、新人さとし3万円、増田和則6万円です。次に、羽田空港機能強化に関する説明会のお知らせ。羽田空港の機能強化について国土交通省による説明会が開催されます。日時と会場です。12月6日水曜日午後2時から7時、品川インターシティホール棟地下1階会議室3、港区港南 2-15-4 です。12月20日水曜日午後2時から7時、こちらは、恵比寿社会教育館1階大展示室、渋谷区恵比寿 2-27-18 です。なお、他の会場や詳細は、国土交通省ホームページ、羽田空港のこれから、アドレス http://www.mlit.go.jp/koku/hanedaをご覧ください。お問い合わせですが、国土交通省羽田空港のこれからに関する電話窓口、ナビダイヤル 0570-001-160 番、IP 電話などからは電話番号 5908-2420 番です。または環境課、電話 5742-6751 番、ファックス 5742-6853 番、そして都市計画課、電話 5742-6760 番、ファックス 5742-6889 番までどうぞ。次に、特別区民税、都民税、普通徴収、軽自動車税。クレジットカード、ATM、インターネットバンキングで納付可能に。30年1月から発行するページーマークのある納付書では、次の3つの納付方法が可能になります。クレジットカードを利用した納付、ヤフーが運営するヤフー公金支払い、ホームページ http://koukin.yahoo.co.jp/ こちらを利用して納付ができます。納付にあたり別途決済手数料がかかります。区役所などの窓口ではクレジットカードによる納付はできません。また、ATM を利用した納付、ページーマークの表示がある ATM にて納付ができます。詳しくはページーホームページ pay-easy.jp/をご覧ください。それから、インターネットバンキングを利用した納付、こちら、自宅などから金融機関のインターネットバンキングを使用し、納付できます。
事前に金融機関へのインターネットバンキングの申し込みが必要です。これらの納付方法による場合は、領収証書は発行しません。領収証書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストアの窓口をご利用ください。詳しいことは税務課収納管理係までお問い合わせください。電話 5742-6669 番、ファックス 3777-1292 番です。さて、特別窓口を開設します。12月3日日曜日の午前8時半から午後5時まで。住民税や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の支払い相談などのため、特別窓口を開設します。また、納税・課税証明書の発行、国民健康保険加入・脱退届などの業務も合わせて行います。会場並びに問い合わせ先、本庁舎4階税務課、電話 5742-6671 番、ファックス 3777-1292 番、本庁舎4階国保医療年金課、電話 5742-6679 番、ファックス 5742-6876 番、本庁舎3階高齢者福祉課、電話 5742-6681 番、ファックス 5742-6881 番です。オール東京滞納ストップ強化月間。住民税、固定資産税、自動車税などの納め忘れはありませんか？都と区市町村は12月をオール東京滞納ストップ強化月間と位置づけ、連携による納税推進、差し押さえや捜索などの滞納処分など、多様な徴収対策に取り組みます。お問い合わせは税務課納税相談担当、電話 5742-6671 番から6673番、ファックス 3777-1292 番まで、または品川都税事務所徴収課、電話 3774-6666 番で、内線2510番です。こちらまでどうぞ。テレビ12月品川ホットホットケーブルテレビ品川。毎日午前7時、10時、午後1時、7時、10時から5回放送。土曜切り替え、11チャンネルです。土曜日から火曜日、はじめは、和品川ニュース。取材には区民の皆さんが活躍しています。20分から土曜日、三之助の笑顔いっぱい、サイバーボッチャ。区内在住の話家柳家三之助が天王洲のワントゥーテンホールディングスでサイバーボッチャの魅力に迫ります。日曜日、泉麻人品川土地の記憶長者丸。月曜日、歴史探訪鎌倉道古道沿いの社寺を回る。火曜日、サヘルローズのあっぱれ品川アールブリュットイン天王洲。水曜日、はじめは復活品川探検隊20分からトビーが行く品川時間旅行。木曜日、品川の力。作曲家小川博沖さん追悼特別番組品川物語。金曜日、はじめは簡単お得みんなで受けよう国庫基本検診前編後編。20分から三之助の笑顔いっぱい。社会に尽くした華やかな人生品川区名誉区民石井伝一郎さん。そして毎日30分から区からのお知らせをお届けします。一部の番組は品川区公式 YouTube チャンネルでもご覧になれます。詳しいお問い合わせは広報広聴課電話 5742-6612 番、ファックス 5742-6870 番までどうぞ。また加入についてはケーブルテレビ品川フリーダイヤル 0120-559-470 番までどうぞ。以上、お知らせでした。健康ガイドをお届けします。まずお問い合わせ先です。品川保健センター、郵便番号 140-0001 北品川 3-11-22 電話 3474-2225 番、ファックスは 3474-2034 番。大井保健センター、郵便番号 140-0014 大井 2-27-20 電話 3772-2666 番、ファックスは
3772-2570 番。エバラ保健センター、郵便番号 142-0063、エバラ 2-9-6、電話 3788-7016 番、ファックスは 3788-7900 番。以上です。母乳相談、12月20日水曜日、午後2時15分から4時まで。対象は、おおむね生後1、2ヶ月児の母親10人、先着順です。内容は、助産師による母乳の話、体ほぐしの体操、グループワーク。お申し込みお問い合わせは、電話で、会場のエバラ保健センター、3788-7016 番へどうぞ。思春期家族教室。不登校、引きこもりなどのお子さんの悩みを持つ家族同士で話し合う教室です。12月8日金曜日午後2時から4時まで。お申し込みお問い合わせは、電話で会場の品川保健センター 3474-2904 番へどうぞ。難病リハビリ教室と交流会。12月18日月曜日午後1時半から4時まで。内容は、作業療法士による体操と助言、交流会。対象は、パーキンソン病などの神経難病の方と家族30人、先着順です。お申し込みお問い合わせは、電話で会場の品川保健センター 3474-2904 番へどうぞ。さて、受診はお早めに。国保基本検診。受診方法です。5月下旬に送付した受診券、問診票、保険証を持って、区内契約医療機関へいらしてください。受診券が見当たらない場合は再発行可能です。国保基本検診は無料で受診できます。土曜日、日曜日に受診できる医療機関もあります。お問い合わせは、国保医療年金課保険指導係。電話 5742-6902 番。ファックスは、5742-6876 番です。国保基本検診、後期高齢者健康審査を受診せず、人間ドックを受診した場合、費用の一部を助成する制度があります。詳しくは、国保医療年金課保険事業係、電話 5742-6675 番へお問い合わせください。次は、虫歯撃退教室。12月19日火曜日、午前10時から11時半まで。内容は、知って得する虫歯予防、お話、効果的な歯磨き、フッ化物使用法の実技です。対象は、歯が8本生えた1歳5ヶ月までのお子さんと保護者25組、先着順です。お申し込みお問い合わせは、12月4日月曜日から電話で、会場のエバラ保健センター 3788-7015 番へどうぞ。はつらつ健康教室、短期集中予防サービス、1月コース募集、全12回です。ケアマネージャーが訪問し、ケアプランを作成します。日時と会場です。1、大崎悠々プラザ、大崎 2-7-13、1月10日から3月28日までの水曜日、午前10時から正午まで。2、南大井文化センター、南大井 1-12-6 1月4日から3月22日までの木曜日午後2時から4時まで3平塚橋悠々プラザ西中延 1-2-8 1月5日から3月23日までの金曜日午後2時から4時まで対象は心身に不安のある方総合事業対象者要支援1-2で自力で通所が可能な65歳以上の方、それぞれ14人です。費用はそれぞれ3600円。最寄りの各在宅介護支援センターへ申し込んでください。お問い合わせは、高齢者地域支援課介護予防推進係。電話 5742-6733 番。ファックスは 5742-6882 番です。食に関する相談。子育て中の食の悩みから高齢者の食生活まで栄養士がアドバイスをします。12月18日月曜日、正午から午後3時まで。
場所は第二庁舎3階、区役所啓発展示室。塩分の測定を希望する方は、味噌汁など汁物を持参してください。当日、直接会場へいらしてください。運営は、品川栄養士会。お問い合わせは、健康課まで。電話 5742-6746 番。ファックスは 5742-6883 番です。さて、冬こそ注意、食中毒。食中毒は年間を通じて発生していますが、気温が下がり乾燥する冬場は、ノロウイルスによる食中毒が猛威を振るう傾向にあります。予防のポイントを抑え、冬場も元気に過ごしましょう。ノロウイルスって?ノロウイルスは、冬季を中心に発生する感染性胃腸炎の原因となるウイルスです。感染力が非常に強く、ごく少量、数個から100個程度のウイルスでも、口から体内に入ることで感染します。感染してから1日から2日で、嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの症状を起こします。どうやって感染するの?ノロウイルス食中毒の原因食品は、ウイルスがついた手、調理器具で汚染された食品や牡蠣などの二枚貝類です。感染者の嘔吐物や糞便を介して人から人へ感染をし、汚物に直接触れなくても乾燥した汚物から空気中に漂い出たウイルスを吸い込んで感染することがあるので、汚物の処理は特に注意が必要です。ノロウイルス食中毒の予防のポイントです。手洗い。手洗いは感染予防の基本です。調理の前後、トイレやおむつ交換の後、食事の前など、しっかりと手を洗いましょう。石鹸を泡立て、30秒を目安に十分にこすり洗いした後、流水、できるだけ温水で洗い流すことにより、ウイルスを洗い落としてください。加熱。ノロウイルスは加熱することで感染力を失います。食品は中心部まで85度から90度で1分以上しっかり火を通して食べましょう。消毒。嘔吐物や糞便を片付けるときは換気を行い、マスクとプラスチック手袋をつけ、直接触らないようにしましょう。消毒には次亜塩素酸ナトリウム、塩素系漂白剤が有効です。食中毒かなと思ったら、嘔吐や下痢が続いた場合は、脱水症状に注意し、水分を十分に補給しましょう。また、食中毒の初期症状、嘔吐、下痢、発熱などは、食中毒特有のものではないので、自分で判断するのは危険です。症状がひどい時には、速やかに医療機関を受診しましょう。食肉の生食による食中毒が増えています。生の肉や内臓には、腸管出血性大腸菌 O157 などの食中毒菌が付着していることがあり、十分に加熱しないで食べると食中毒が発生する危険性があります。アニサキスによる食中毒が増えています。アニサキスは寄生虫の一種で、サバ、イワシ、カツオ、サケ、イカ、サンマ、アジなどの魚介類に寄生します。アニサキスが寄生している魚介類を生や生に近い状態で食べてしまうと、数時間で激しい腹痛、おしん、嘔吐を生じることがあります。以上の問い合わせは、生活衛生課食品衛生担当まで。電話 5742-9139 番、ファックスは 5742-9104 番です。健康ガイドでした。次は応急診療所のご案内です。行く前に必ず電話連絡を入れてください。また受診の際は健康保険証を忘れずにお持ちください。小児平日夜間診療時間は月曜日から金曜日の午後8時から11時まで、受付は10時半まで。品川区子ども夜間救急室、旗の台 1-5-8 昭和大学病院中央棟4階、電話 3784-8181 番。なお外傷は対応できません。休日昼間夜間診療時間は午前9時から午後10時まで、
受付は午後9時半までです。12月3日、10日日曜日、内科小児科、品川区医師会休日診療所、北品川 3-7-25、 電話 3450-7650 番、江原医師会休日診療所、中延 2-6-5、 電話 3783-2355 番、薬局品川薬剤師会薬局、北品川 3-11-16、 電話 3471-2383 番、江原休日応急薬局、中延 2-4-2、 電話 6909-7111 番です。休日昼間、診療時間は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時半までです。12月3日日曜日、内科小児科、浅野医院、大井 6-21-5、 電話 3771-2692 番、歯科、服部歯科医院、南品川 6-18-19、 3474-4182 番、米田歯科医院、小山 4-1-11、 3712-5445 番、接骨、宮城接骨院、西大井 3-13-15、 5742-3450 番、荒川接骨院、中延 4-5-21、3787-9520 番です。10日日曜日、内科小児科、赤沼医院、大井 2-21-10、 電話 6809-9236 番、歯科、菅谷医院歯科、西品川 1-22-1、 3491-1208 番、井口歯科医院、江原 3-8-15、3788-0202 番、接骨、篠原接骨院、西大井 2-4-19、 3775-2407 番、関根接骨院、戸越 5-19-12、 3784-2161 番です。土曜日夜間、午後5時から10時まで、受付は午後9時半までです。12月2日土曜日、内科小児科、品川区医師会休日診療所、北品川 3-7-25、 電話 3450-7650 番、薬局品川薬剤師会薬局、北品川 3-11-16、 3471-2383 番。9日土曜日、小児科、品川区子ども夜間救急室、旗の台 1-5-8、昭和大学病院中央棟4階、電話 3784-8181 番。なお、外傷は対応できません。重症の方は119番をご利用ください。受付時間にご注意ください。医療機関の24時間案内です。東京都保健医療情報センターひまわり、電話 5272-0303 番、ファックスは5285-8080 番。救急相談センター、救急車を呼ぶのを迷ったら、電話#7119 番、 IP 電話などは3212-2323番です。お子さんの急な病気に困ったら、小児救急電話相談をご利用ください。電話#8000 番、 IP 電話などは5285-8898 番。月曜日から金曜日の午後6時から11時まで、土曜日日曜日祝日は午前9時から午後11時までです。以上、応急診療所のご案内でした。続いて相談案内です。それぞれの相談ごとに実施日、時間、そして相談場所をご案内いたします。なお、いずれも祝日は除きます。区民相談と犯罪被害者等相談、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、区民相談室で行います。こちらの電話は 3777-2000 番です。なお、受付は午後4時半までです。法律相談、第1火曜日の午後6時から8時半までと、
水曜日及び第2・第4月曜日の午後1時から4時まで、税金相談第2・第4火曜日の午後1時から4時まで、不動産取引相談第2・第4金曜日の午後1時から4時まで、地方書士相談第2木曜日の午後1時から4時まで、行政書士相談第1から第4金曜日の午後1時から4時まで、社会保険労務士相談第1金曜日の午後1時から4時まで、人権身の上相談第1・第3火曜日の午後1時から4時まで。以上7つの相談場所は区民相談室です。いずれも相談日1週間前の午前9時から電話で区民相談室へ予約を入れてください。先着順です。こちらの電話は代表で 3777-1111 番です。国の行政相談第1・第3木曜日の午後1時から4時まで、相談場所は区民相談室です。こちらの電話は 3777-2000 番です。受付は午後3時までです。外国人生活相談、英語での相談が火曜日、中国語での相談が木曜日です。いずれも午前9時から午後5時まで区民相談室で行います。こちらの電話は 5742-6842 番です。受付は午後4時半までです。消費生活相談、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで消費者センターで行います。また第4火曜日の午後4時から7時までと、土曜日の午後0時半から4時まで電話での相談に応じます。電話は 5718-7182 番です。マンション相談、管理運営については第2・第4水曜日、建て替え修繕については第3火曜日、時間はいずれも午後1時から4時まで、区役所の住宅課で行います。電話は 5742-6776 番です。相談日の1週間前までにこちらに予約してください。リフォーム建て替えの住宅相談、第3水曜日の午前10時から午後3時まで、本庁舎3階ロビーで行います。お問い合わせは住宅課まで。電話 5742-6776 番です。家庭相談、火曜日の午後1時から5時までと、木曜日と金曜日の午前9時から午後1時まで、子ども家庭支援課で行います。電話は 5742-6589 番です。こちらに予約をしてください。一人親家庭相談、月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで。一人親就労相談、火曜日、水曜日、金曜日の午前8時半から午後5時まで、どちらも子ども家庭支援課で行います。電話 5742-6589 番です。児童相談、月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで子ども育成課で、午前9時から午後5時まで東京都品川児童相談所で行います。子ども育成課の電話は 5742-6959 番、東京都品川児童相談所の電話は 3474-5442 番です。また月曜日から土曜日の午前9時から午後6時まで子育て支援センターでも行います。こちらの電話は 5749-1032 番です。カウンセリング相談、こちらは電話相談です。第1から第3木曜日の午前10時から午後3時半まで、電話は男女共同参画センターへどうぞ。 5479-4105 番です。 DV 相談、第2金曜日の午後5時半から8時半までと、第2を除く金曜日の午後1時から4時まで、相談日の1ヶ月前から男女共同参画センターへ予約してください。電話 5479-4104 番です。教育相談、月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで教育総合支援センターで行います。電話 3490-2000 番です。手話通訳者付き相談、水曜日の午後1時から4時までと、金曜日の午前9時から正午まで、
区役所の障害者福祉課で行います。こちらのファックス番号は 3775-2000 番です。交通事故相談、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで品川交通事故相談所で行います。電話 5742-2061 番です。内職相談と職業相談紹介、いずれも月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、会場は就業センターです。電話 5498-6353 番です。若者・女性向け就業相談、月曜日と金曜日の午前10時から午後5時までと、火曜日から木曜日の午後1時から5時まで、商業・ものづくり課で行います。電話 5498-6352 番、こちらへ予約してください。以上、相談案内でした。代わって文化イベント情報です。大美術館12月1月の催し、12月2日土曜日から6日水曜日まで、第13回 MOA 美術館品川区児童作品展絵画、12月9日土曜日から13日水曜日まで、原宿キルトの会、私のお気に入りキルト展パッチワークキルト、12月16日月曜日から20日水曜日まで、開通55周年記念芸術作品に見る首都高展絵画、写真、版画、イラスト、1月19日金曜日から24日水曜日まで、内宇宙の物語夢のイストワール展パート5絵画、写真、立体、1月26日金曜日から31日水曜日まで、古府を訪ねて第3回小野寺幸子展手工芸です。会場お問い合わせは大美術館大崎駅前大崎ニューシティ2号館2階、電話 3495-4040 番、ファックスは3495-4192 番、午前10時から午後6時半の間にお願いします。開催時間はお問い合わせください。区民ギャラリー1月の催し、1月17日水曜日から22日月曜日まで、第16回彩風会水彩画展、1月24日水曜日から29日月曜日まで湧水会水彩画展、なお12月は展覧会の開催はありません。会場お問い合わせは区民ギャラリーまで。大井町駅前伊東洋華堂8階。電話ファックスとも 3774-5151 番。午前10時から午後8時の間にお願いします。開催時間はお問い合わせください。文化イベント情報でした。次は情報ファイルお知らせです。12月の区議会、オリンピック・パラリンピック推進特別委員会、1日金曜日午前10時、議会運営委員会、5日火曜日午前10時半から、本会議、7日木曜日午後1時、傍聴券は開会の1時間前から配布します。傍聴席には限りがあります。お問い合わせは区議会事務局まで。電話 5742-6809 番、ファックスは 5742-6895 番です。歳末助け合い運動、地域の福祉活動を支援する募金運動です。歳末助け合い運動に皆さんの温かいご協力をお願いします。区内駅前での街頭募金も実施します。12月31日日曜日までです。お問い合わせは社会福祉協議会庶務係まで。電話 5718-7171 番、ファックスは 5718-7170 番です。女性相談員による面接相談、性別は問いません。一人で悩まずご相談ください。法律相談、1月10日水曜日、16日火曜日、
午後1時から3時半まで、22日月曜日、午後5時半から8時まで、カウンセリング相談、1月25日木曜日、午後1時から4時まで、DV、配偶者、恋人などからの暴力相談、1月5日金曜日、19日金曜日、26日金曜日の午後1時から4時まで、12日金曜日の午後5時半から8時半まで、いずれもお申し込みお問い合わせは、相談日の1ヶ月前から、電話で会場の東大井 5-18-1、キュリアン3階男女共同参画センターへどうぞ。電話5479-4104番、ファックスは5479-4111番。相談室の入室は1人のみ、託児はありません。次は、高年齢者向け出張新規登録会。12月14日木曜日、午前10時から午後3時まで。場所は、エバラ 6-17-12、エバラ第二区民集会所。対象は、おおむね55歳以上で休職中の方。持ち物は、写真を貼った履歴書です。シルバー人材センター入会相談もあります。お問い合わせは、サポ品川まで。無料職業紹介所。電話5498-6357番。ファックスは5498-6358番です。おもちゃの病院にサンタがやってくる。バルーンアート工作コーナーがあります。おもちゃを持参しなくても参加できます。12月16日土曜日午後1時から3時半まで。修理の受付は3時までです。内容は壊れたおもちゃの無料修理。修理に時間を要するときは入院をします。お問い合わせは会場の大井 1-14-1 消費者センターまで。電話5718-7181番。ファックスは5718-7183番です。図書館障害者週間。12月28日木曜日まで。品川、荏原、大崎、大井図書館は12月30日土曜日まで。図書館とテーマです。品川図書館。いろいろな方法で読書を楽しむ。双葉図書館、心の輪を広げよう。荏原図書館、わかること、わかり合えること。南大井図書館、バリアフリーな世界へ。源氏前図書館、大丈夫、笑顔広がる助け合いの輪。豊か図書館、見つけよう、いいところ、助け合おう、みんなで。大井図書館、思いやるために。五反田図書館、今こそ支え合おう。大崎図書館、つながりについて考える。八潮図書館、心と心をつなげよう。お問い合わせは品川図書館まで。電話3471-4667番。ファックスは3740-4014番です。家具転倒防止器具取り付け費用を助成します。対象は区内在住で、次のすべてに当てはまる世帯。1. 4月1日以降に、区内施工業者で器具の取り付け工事を行った。2. 器具を取り付けた住宅に居住している。3. 世帯員全員が住民税を滞納していない。助成金額は、課税世帯が費用の2分の1、上限4000円。非課税世帯が費用全額、上限8000円です。詳しくは、本庁舎6階住宅課で配布する案内をご覧ください。申請書などは区のホームページからダウンロードもできます。お問い合わせは住宅課住宅運営担当まで。電話5742-6776番。ファックスは5742-6963番です。地震に備えて高齢者などの家具転倒防止対策助成。シルバー人材センターが家具のガラス部分の飛散防止フィルムを含む家具転倒防止器具の選定から取り付けまで行います。対象は区内在住で次のいずれかに当てはまる世帯。1、65歳以上のみ。2、障害者のみ。3、65歳以上と障害者のみ。4、要介護3以上で65歳以上の高齢者がいる。5、2級2度以上の障害者がいる。料金は、費用が2万円以下の場合は、費用の1割。費
費用が2万円を超えた場合は、費用から1万8000円を差し引いた額になります。住民税非課税世帯は、費用が2万円以下の場合は無料。2万円を超えた場合は、超えた額を自己負担してください。申請方法など詳しくは、本庁舎3階、高齢者地域支援課、地域センター、文化センター、シルバーセンターで配布する事業案内、申請書をご覧ください。事前申請です。お問い合わせは、高齢者地域支援課、高齢者住宅担当まで。電話 5742-6735 番、ファックスは 5742-6882 番です。区立の小中義務教育学校の入学予定者へ、就学指定通知書、はがきを送ります。30年4月入学のお子さんに、就学をする学校を指定し、入学説明会などの案内を記載した、就学指定通知書、はがきを、12月8日金曜日に発送します。なお、義務教育学校在籍の方で、7年生に進級する方については送付しません。また、次に該当する方は、学務課までご連絡ください。品川区立学校以外、国立、私立などに入学する方、通知書の住所、氏名、生年月日、保護者名などに誤りのある方、転居、転出の予定のある方です。外国籍の方の入学手続き、外国籍で区立学校へ入学を希望する方や、30年3月に小学校を卒業する予定で、区立中学校、義務教育学校へ入学を希望し、入学の手続きを行っていない方は、お早めに学務課で手続きをしてください。お問い合わせは、第二庁舎7階、学務課学事係、電話 5742-6828 番、ファックスは 5742-0180 番です。アスベストの分析調査、除去工事費用を助成します。対象は、区内の住宅、事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場などの所有者や、マンションの管理組合など。対象調査、工事です。1、アスベスト含有分析調査、吹き付けロックウール。2、アスベスト除去工事、アスベスト含有吹き付け剤。助成額と件数です。1、調査費用の10分の10、上限1等25万円、5件先着順です。2、除去工事費用の3分の2、上限1等300万円、3件先着順です。事前にご相談ください。お問い合わせは、環境課指導調査係まで。電話 5742-6751 番、ファックスは 5742-6853 番です。都市計画案、環境影響評価書案の縦覧、意見書の提出、説明会。都市計画案の縦覧、意見書の提出案件。京浜急行本線、泉岳寺駅から新馬場駅間、連続立体交差化計画、及び関連する道路計画。品川区画街路第7号線。期間は12月15日金曜日から1月4日木曜日まで。縦覧場所提出先は、1、連続立体交差化は、東京都都市計画課、郵便番号 163-8001、東京都都市整備局、都庁第2本庁舎12階。2、品川区画街路第7号線、品川区都市計画課、郵便番号 140-8715、品川区役所本庁舎6階です。なお1は、品川区都市計画課でも縦覧可能です。提出方法ですが、都市計画案名、意見、住所、氏名、電話番号を、1は東京都都市計画課、2は品川区都市計画課へ郵送するか持参ください。環境影響評価書案の縦覧、意見書の提出。事業名は、京浜急行電鉄湘南線、泉岳寺駅から新馬場駅間、連続立体交差事業。縦覧閲覧期間は、12月15日金曜日から1月19日金曜日まで。縦覧閲覧場所は、本庁舎6階環境課、北品川 3-11-16、品川第一地域センター、北品川 2-32-3、
品川図書館、都庁第二本庁舎23階、東京都環境政策課です。提出期間は12月15日金曜日から1月29日月曜日まで。提出方法ですが、事業名、住所、氏名、意見を、郵便番号 163-8001、東京都環境局、都庁第二本庁舎23階、東京都環境政策課へ、郵送するか持参ください。説明会です。12月17日日曜日、午後2時から4時まで、会場は1時半、場所は東品川 1-8-30、台場小学校、18日月曜日、午後7時から9時まで、会場は6時半、場所は港区高輪 2-8-24、高輪台小学校です。両日とも説明内容は同じです。駐車場はありません。保育があります。事前に電話で東京都交通企画課へお問い合わせください。お問い合わせ先です。都市計画案の1は東京都交通企画課。電話 5388-3284 番。2は品川区都市開発課。電話 5742-6961 番。ファックス 5742-6942 番。環境影響評価書案は東京都環境政策課、電話 5388-3406 番、または品川区環境課、電話 5742-6751 番、ファックス 5742-6853 番です。変わりまして、介護者教室、感染と予防、知っておきたい細菌、ウイルス、12月14日木曜日、午後1時半から3時まで、定員は15人、先着順です。お申し込みお問い合わせは、12月9日土曜日までに、電話で会場の西大井 2-4-4、西大井在宅サービスセンターへどうぞ。電話 5743-6125 番、ファックスは 5743-6541 番です。転倒による生活レベル低下を防ぐために、12月16日土曜日、午後1時から3時まで、定員は20人程度先着順です。お申し込みお問い合わせは、12月15日金曜日までに、電話で会場の大崎 2-11-1、大崎在宅サービスセンターへどうぞ。電話 3779-3547 番、ファックスは 3779-3196 番です。抵抗会社買い替えを支援します。利子補給、信用保証料補助。対象は、区内中小企業者、個人事業者で、東京都環境保全資金の利子補給金等交付決定通知を受けた方。対象者は、東京都環境保全資金融資対象者。お申し込みお問い合わせは、環境課で配布する申請書と添付書類を、郵便番号 140-8715、品川区役所、本庁舎6階、環境課、環境管理係へ郵送するか持参ください。電話 5742-6949 番、ファックスは 5742-6853 番です。予算額に到達した時点で受付を終了します。申請書は区のホームページからダウンロードもできます。分電盤タイプの感震ブレーカー設置経費の一部補助を実施中です。対象地区の方に補助をしています。詳しくはお問い合わせください。補助対象地区は、1、西品川2丁目3丁目、2、戸越2丁目4丁目5丁目6丁目、3、東中延1丁目2丁目、中延2丁目3丁目、4、旗の台4丁目、中延5丁目、5、豊町4丁目5丁目6丁目、双葉3丁目4丁目、西大井6丁目、6、大井5丁目7丁目、西大井2丁目3丁目4丁目です。木造住宅に居住している方、補助額は費用の3分の2、上限5万円、件数は200件先着順です。新築の木造住宅に建て替える方は、補助額1万円、件数は10件先着順です。なお、公的証明書類が必要です。補助対象機器は、日本配線システム工業会、
感震機能付き住宅用分電盤 JWDS-0007 付き2の規格で定める構造及び機能を有する分電盤タイプの感震ブレーカー、電気工事が必要です。お申し込み期限は2月28日水曜日。お問い合わせは防災課啓発支援係まで。電話 5742-6696 番。ファックスは3777-1181 番です。情報ファイルお知らせでした。続いて、情報ファイル講座講演です。品川区市2014関連講座、品川にクジラがやってきた。1月20日土曜日午後2時から4時まで、対象は16歳以上の方100人抽選です。お申し込みお問い合わせは12月15日金曜日までに必ずつくように、往復はがき1人1枚に区市関連講座とし、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、会場の郵便番号140-0014、大井 6-11-1、品川歴史館へ申し込んでください。電話 3777-4060 番、ファックスは 3778-2615 番です。女性の活躍支援講座、キャリアデザイン入門、労働環境や市場から自分の市場価値を高めるキャリアの作り方を学びます。1月23日火曜日、30日火曜日の午前10時から正午まで全2回。対象は女性25人先着順です。1歳から就学前のお子さん10人の託児があります。先着順です。お申し込みお問い合わせは電話かファックスで、講座名、住所、氏名、年齢、電話番号。託児希望の方はお子さんの氏名、年齢を、会場の東大井 5-18-1、キュリアン3階、男女共同参画センターへお知らせください。電話 5479-4104 番、ファックスは 5479-4111 番です。立正大学経済学部公開講座、新政権の下での日本経済、12月13日水曜日、午後6時半から8時半まで、定員は200人先着順です。12月11日月曜日までに必ず着くように、往復はがきで、講座名、住所、振り仮名を振った氏名、年齢、性別、電話番号、E メールアドレスを書いて、会場の郵便番号 141-8602、大崎 4-2-16、立正大学経済学部へ申し込んでください。立正大学ホームページ、http://www.ris.ac.jp/、こちらからも申し込めます。お問い合わせは文化観光課障害学習係へどうぞ。公園の植物で作るウィンターリース作り講座、日時と会場です。12月16日土曜日午前10時から正午まで、区役所前品川中央公園。17日日曜日午前9時半から正午まで、東品川 2-6 天王洲公園。対象は区内在住か在勤の方それぞれ15人抽選です。小学校3年生以下は保護者が同伴ください。お申し込みお問い合わせは12月8日金曜日までの午前9時から午後4時半までに、電話で品川中央公園管理事務所へどうぞ。電話 5740-5037 番、ファックス 5740-5044 番です。情報ファイル、講座、講演でした。代わって、情報ファイル催しです。品川エンド早川ふるさと交流、富士宮参拝と早川ジビエ昼食。1月27日土曜日から28日日曜日、区役所午前7時25分集合、午後5時半ごろ解散です。1泊2日往復バスを利用します。対象は区内在住か在勤の方40人抽選です。宿泊は山梨県温泉の町営ヴィラ雨旗。費用は交通費、宿泊費など14,000円、小学生以下は9,000円です。12月15日金曜日までに必ず着くように、
はがきかファックスに早川町ジビエ昼食とし、参加者全員の住所、振り仮名を振った氏名、性別、年齢、電話番号を書いて、郵便番号 160-0022 新宿区新宿 2-3-10 京王観光東京南支店、こちらへ申し込んでください。ファックス番号は 3359-2570 番です。お問い合わせは地域活動課市町村交流担当まで。電話 5742-6856 番、ファックスは 5742-6877 番です。第4回品川ケアフェス、介護サービスの紹介や講演会、介護相談などを行います。12月16日土曜日午前10時から午後4時まで。場所は大井町駅前キュディアン。お問い合わせは品川ケア協議会、電話 3471-4830 番、ファックス 3472-6152 番、高齢者福祉課、電話 5742-6728 番、ファックス 5742-6881 番です。八潮演芸座落語会、たぬき連による講座をお楽しみください。1月6日土曜日午後2時から4時まで。場所は八潮 5-10-27 八潮区民集会所、定員は80人、先着順です。お申し込みお問い合わせは12月1日金曜日午前9時から、電話か直接八潮 5-10-27 八潮図書館へ申し込んでください。電話 3799-1414 番、ファックスは 3790-3442 番です。浜川雨水排水管工事現場見学会、下水道マンホール内の見学です。当日は動きやすい靴、服装でお越しください。12月16日土曜日午前10時から11時半まで。雨天時は17日日曜日に順延します。場所は南大井 4-8 浜川公園内工事現場。対象は自力で階段を昇降できる小学生以上の方40人、先着順です。12月11日月曜日までに電話かファックスで見学会とし、参加者全員の住所、氏名、電話番号を河川下水道課下水道整備係へお知らせください。電話 5742-6796 番、ファックスは 5742-6887 番です。情報ファイル催しでした。次は区民の伝言版です。区民の皆さんが地域で行う自主的な活動を紹介しています。費用をお伝えしないものは無料です。イベントです。第29回クラシックファンタジー舞、12月10日日曜日午後2時から4時まで。場所はキュリアン。費用は2500円、前売り2000円です。お問い合わせは品川クラシック音楽協会の原さんまで。電話 3450-7029 番です。品川童謡の会クリスマスの集い、皆さんで合唱します。12月17日日曜日午後1時半から3時半まで。費用は500円。当日スクエア荏原へいらしてください。お問い合わせは大原さんまで。電話 3787-3227 番です。第3回健康生きがいメッセ2017、第二の人生は面白くワクワクしたものだ。12月17日日曜日午前11時から午後4時まで。当日キュリアンへいらしてください。お問い合わせは健康生きがいづくり品川協議会の松田さんまで。電話 090-9642-0404 番です。第6回にじっこコンサート、親子で楽しむコンサート、12月17日日曜日午後1時から3時まで。費用は3000円です。中学生以下は無料です。場所はキュリアン。前日までにふれあいの家おばちゃん家へ申し込んでください。電話 3471-8610 番です。次はサークルなどです。原トリムクラブ、火曜日木曜日午後4時伊藤学園で、月500円、入会金1000円です。お問い合わせは山内さんまで。
電話 3771-2373 番です。大崎トリムクラブ、月曜日の午後7時、大崎中で、月1000円、入会金500円です。お問い合わせは斉藤さんまで、電話 3491-3017 番です。サークル着物着付け、月2回金曜日、午前9時45分から、大井第二区民集会所で、月1000円です。お問い合わせは黒田さんまで、電話 045-431-0146 番です。経の会単価、初心者歓迎します。第二木曜日午後1時半からキュリアンで、月1750円。お問い合わせは西村さんまで、電話 3765-1617 番です。棋友会将棋、月3、4回、中小企業センターか、エバラ第五区民集会所で、1回100円です。お問い合わせは、井桁さんまで。電話 070-5574-8467 番です。一日の太極拳クラブ、金曜日午後7時から、第一日の小学校で、1回400円、入会金1000円です。お問い合わせは、阿川さんまで。電話 3490-1678 番です。太極拳海鳴り、木曜日午前10時、東品川文化センターで、月2000円、入会金1000円です。お問い合わせは古江さんまで、電話 070-5074-0811 番です。品川囲碁愛好会、第1、第3、第4土曜日、大崎1の南部老政会館で、年額で男性5000円、女性2000円です。お問い合わせは小野さんまで、電話 090-1817-6936 番へどうぞ。マジシャンズ・マジック第2、第3、第4木曜日午前9時半から中小企業センターで、月2000円です。お問い合わせは井戸さんまで、電話 090-4668-9490 番へどうぞ。 SD サークル社交ダンス、第1、第2、第3、第5月曜日午後1時五反田文化センターで、月3000円です。お問い合わせは今井さんまで、電話 3786-6346 番です。区民の伝言版でした。おしまいはレッツスポーツです。金ボールスポーツ体験会、1月21日日曜日午前9時半から正午まで、受付は9時から9時20分の間です。費用は1人100円、運営は品川区スポーツ推進委員会。当日運動のできる服装で、上履き、タオル、飲み物を持って、直接東五反田 2-11-1 日野学園へいらしてください。お問い合わせはスポーツ推進課地域スポーツ推進係へどうぞ。第23回区民マスターズ水泳大会、個人部門1人3種目まで可能です。種目は自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ、それぞれ25メートル、個人メドレー100メートル。年齢区分は16区分、1、18歳から24歳まで、2、25歳から89歳までで、5歳ごとの14区分、3、95歳以上です。費用は1種目750円。リレー部門1チーム4人100メートル。年齢区分は4人の合計により7区分。1、72歳から119歳まで。2、120歳から279歳までで、40歳ごとの5区分。3、320歳以上です。費用は1チーム1700円。いずれも2月11日祝日午前9時から開始します。場所は東五反田 2-11-2 日野学園温水プール。お申し込みお問い合わせですが、1月22日月曜日までに費用をもってスポーツ協会へいらしてください。なお12月18日月曜日、1月15日月曜日を除きます。ローカルルールとして、飛び込みは台下から可能などがあります。年齢は大会当日の年齢です。金ボールスポーツ交流大会、1月21日日曜日午後1時から5時まで、受付は午後0時半から0時50分の間です。場所は東五反田 2-11-1 日野学園。費
費用は1人200円です。運営は品川区スポーツ推進委員会。12月22日金曜日までに必ず着くように、第2庁舎6階スポーツ推進課、地域センターで配布する申込書をスポーツ推進課へ郵送するか持参ください。第67回品川区民スポーツ大会、冬季マラソン大会、3月18日日曜日午前9時集合です。雨天決行です。場所は大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森外周コース、野手を 4-1 です。種目は小学生ファミリー 1-2 年生2キロ、小学生ファミリー 3-4 年生2キロ、小学校4年生から6年生まで2キロ、中学生3キロ、一般高校生以上5キロ、10キロ、壮年40歳以上10キロ、壮年50歳以上5キロ、壮年男子60歳以上5キロです。年齢は大会当日現在のもの、1人1種目まで、小学生ファミリーは、子と親か祖父母とのペア、小学生ファミリー父母は2種目可能です。トラックギャラリーラン、500メートルから600メートルもあります。参加自由です。費用は500円、高校生以下300円、ファミリー800円、保険料が含んでいます。お申し込みお問い合わせは、1月31日水曜日までに、費用をもってスポーツ協会へいらしてください。なお、12月18日月曜日、1月15日月曜日を除きます。次は水泳教室1月から3月まで、湧水歩行水泳 W コース、40歳以上対象、月曜日午前11時半から午後1時まで7回、場所は日野学園温水プール、女性 N1 コース、16歳から65歳まで対象、木曜日午前9時半から11時まで11回、日野学園温水プール、日野平日夜間9コース、16歳から60歳まで対象、木曜日午後7時半から9時まで11回、日野学園温水プール、女性 HK コース、16歳から65歳まで対象、水曜日午前9時半から11時まで11回、法要の森学園温水プール、アクアマスターズ HX コース、16歳から65歳まで対象、水曜日午後7時半から9時まで11回、法要の森学園温水プール、アクアジョイ HQ コース、16歳から65歳まで対象、金曜日午後7時半から9時まで12回、法要の森学園温水プール、夜間水泳 YQ コース、16歳から65歳まで対象、火曜日午後7時半から9時まで12回、八潮学園温水プール、エンジョイ TU コース、16歳から70歳まで女性対象、水曜日午前9時半から11時まで11回、戸越台中学校温水プール、シニア健康 TW コース、60歳以上対象、水曜日午後1時半から3時まで11回、戸越台中学校温水プールです。 WHQ、TU、TW は水中運動を含んでいます。費用など詳しくはスポーツ協会へお問い合わせください。以上、レッツスポーツでした。これで今回の内容は全ておしまいです。いかがでしたでしょうか。